シンガポールスマッシュ2024より小さい3月7日から17日14日女子シングルス3回戦で張本美は15イコール木下グループ世界ランク17位がソンエーサ23イコール中国同1位2ゲームカウント0対3で敗れて準々決勝進出はならなかったライブ配信シンガポールスマッシュ20243月7日 木曜日から17日、日曜日開催。試合速報、トーナメント表、パリ五輪日本代表に選出された15歳の張本美和は、過去4戦全敗の世界女王、孫エイサと3回戦で激突した。先月開催の世界卓球2024の女子決勝では日本から2勝を挙げ、優勝の立て役者になった孫エイサ。張本も決勝1番でストレート負けを喫しており、 今回リベンジを果たしたいところ。第1ゲームは出足から孫エイサに連続ポイントを許す苦しい展開。張本としては先に攻めの形を作りたいが、そうはさせてもらえず、孫エさサのパワードライブに屈して2の11で落とす。ミドルへのボールで相手のミスを誘った第2ゲームは10から10まで競り合ったものの、終盤に強烈なフォアドライブを決められ、10-12で奪われる。 ゲームカウント0対2と大手をかけられた第3ゲーム。1対5と序盤で離された長本だったが、YG サーブ、ミドルへのフォアドライブなどで連続ポイントを重ねて中盤に逆転。しかし、最後は相手の鋭いサーブに苦戦し、ストレートでの敗退となった。シンガポールスマッシュ2024女子シングルス3回戦、張本美和ゼロのサンソンエーサ、中国。 20分の11マイナス8分の12マイナス11。